楓役の鈴木仁です。和葉役の吉田仁人です。自分が楓をやるにあたって、今まで学生というとやっぱ高校生の役が多かった中で、やっぱり自分の年齢も追うごとに今回大学生という中で恋愛模様を描かしていくってことになって、やっぱりちょっと高校生の恋愛と大学生のちょっと大人になっていく段階での恋愛っていうのはやっぱり違うなと思ってたので、そこの違いは今回の作品で出せたらと思いますし、自分の成長にも一個つながるんじゃないかなと思ってました。あとこうやって自分がメインとしてやらせていただくっていうことに関してすごい責任は感じつつも、でもやっぱり一人作品を作る人として立ち位置としてはそこまで変わることではないので、意識しつつもしすぎないことは考えながら、この作品がどうより良くなっていけばいいかなっていうのをまず第一優先に考えて、できるだけその共演者の方とコミュニケーションをとってうまく関係を築いていける方だなと思ってたので、そこは気にしながら撮影に臨めたんじゃないかなと思ってます。お話をいただいた時はもう本当にまず喜びましたね。やったと嬉しいなって思いつつ、その一旦原作を読んでみたいなと思って、原作をいっぱい読んで、僕があまりこう通ってこなかった世界観というか、その少女漫画っていうもので、そのどういう風にするのがいいのかなっていうのはいろいろ考えたりはしたんですけど、やっぱりその共演っていうか主演が鈴木仁っていうのを聞いて、お、俺みたいな、久しぶりにやっと会えるなっていう嬉しさと、やっぱりその恋愛模様なので、その女性キャストのお二人ともいろいろ仲良くなれたらなって思っていたら、本当に皆さん心優しい方ばかりだったので、すごくそうですね、結果的には楽しかったんですけど、やっぱりその緊張というか、やっぱその自分が何をこうどういう風にすればいいんだろうっていう、もう一瞬手も足も出ないぐらいなんか考えてしまった時があったので、もう一旦これ全部忘れて、スタッフの皆さんとご挨拶したりお話ししたりして、そのいい関係を築けたらなとは最初に思いましたね。キャラクターじみた役だったりとかっていう時は絶対に読みたいし、でもあと監督がなんて言うんだろう、少女漫画原作っていうよりもちょっと生っぽいドラマにはしたいとおっしゃってたので、っていうとやっぱり自分が台本を読んで感じることを大切にしようかなと思いましたし、やっぱりね、それだけ台本、原作を読んで作られた台本だからこそ、自分が感じるものがそんな間違ってないだろうっていう自信もあったので、あとは楓らしくありながらも自分自身らしい楓を作っていけたらなとも思ってたので、キャストの皆さんと対話しながら、やっぱりそのバランスだったりっていうのは作っていくものでもあるので、今回はちょっと読まないで、この現代の元カレリトライの世界を作っていけたらなと思ったので、そういう方に挑戦してみました。でも本当そうでした。なんかその一旦原作を読んでみて、こういう感じかと思って行って、まずヘアメイクとかも作るんですよ。その時に俺髪がっつり上がってるのリクエストであって、あれみたいな、まず漫画だと探ってたの、あ、なるほどねと思って、もうそこから監督と話すたびにどんどんその、あ、なんて言うんだろうな、モチーフって言ったらそのあまりにも言い過ぎなんだけど、そのやっぱその今言った通りな感じだったので、あ、なるほどなと思って、いい感じに落としつつ、その
皆さんとの会話とかそういうものを一生懸命意識づけてやるようにはしますね。でも楓は楓なので根本は変わらず、でもやっぱり蜜がいる時といない時の楓自身は結構そこに変化があるので、蜜と喧嘩してたというか離れてた時期の蜜には見せない表情っていうのは何個もあったので、そういうところが見え隠れするような、うん、オリジナルドラマになればいいなと思って、そこは少しは意識ありましたね、うん。まあ、でも本当にもう何といってもシチュエーションも年齢も全然違うし、まずその会話する相手が全然メインが楓だったりとかするので、まあ、そういう点では多分何か圧倒的に違うものがあったかなっていうふうには思うんですけど、やっぱりその大学に行くまでにその和葉が考えたこととか、その楓を見てなるほどなって考えたこととか、そういうものはしっかりと出せていけたらいいなって思いつつ、やっぱりその特殊な卓球の場所だったりとかサウンドシーンとかいろんなものがあったので、そこは楽しみつつ、その和葉として楽しみながら撮影をしました。そうですね、やっぱりその考え方とか受けたというか、そのいいなって思った部分で変わった結果、まあちょっと本編でいろいろね大変なことになったりしてたんですけど、でもやっぱそうですね、そこも楽しんでいただきたいですね。一面ある？僕も。でもそうですね、徐々に踏んでったっていう感じでもないから、うん、結構本読みの段階から、うん、距離はね気にせずみんな行ってたから、途中からはもちろん知らなかった部分はね、どんどん会話していく中で知っていくものありましたけど、意外と初日から俺はズバズバ言ってたタイプだったので、うん、今回はもともとちょっと知ってたっていうのもありますけど、うん、意外と後々になって知ったってあるかな、なんだろうね、難しいよね。いやでもやっぱなんだろうな、余裕ありますよね、鈴木氏は。余裕はないいやなんかこうなんて言うんでしょうね、あともう一人分養えるぐらいのなんか余裕がなんかね感じられたというか、すごく頼れる存在だったかなっていうふうには思いますね。なんか前会った時は、あ同級生、名前もなんかちょっと似てる、ウェイみたいな感じだったんですけど、なんか今はなんか頼れる存在だなと思って、それはありがてえなと思ってました。大人になってるんですかね。なんやその顔とかね、ずっとなんかこうふざけ合ってる感じとかがすごく楽しかったですね。なんか心でこうなんか考えすぎない場所も必要だなって思ってて、その中ではジンはすごく気さくに話しかけてくれたし、感謝って感じですね。ああでも後半になって分かったのは、意外とコミュニケーション能力高い。最初、うん、緊張しすぎて、うん、俺から結構切り込んでって普通に喋ってたんですけど、なんか他の例えば6話で出てくるロンさんとか、うん、と一番多分喋れてるのは、うん、ジントで、もちろんみんな喋れなくないし俺も喋れるんだけど、一番なんか、うん、詰め方が早いというか、初日からちゃんと喋れるなーっていうのは後々気づいた、うん、それをアスカとずっと喋ってた。あ、本当、うん、そうね、そう喋るの好きなんだ。そう、えなこさんとも一番喋ってたし。そうだね、やっぱそのニナとの関係値っていうので、うん、なかなかねやっぱ喋んないと思ってたけど、うん、やっぱり毎回いるわけでもないし、うんうんうん、その時その時で喋るけど、うん、なんて言うんだろう、4人で会話ができちゃってる時もあったじゃん、うんうん、ちょっと申し訳ない時もある、うんうんうん、でもそこでまたね俺も喋ったりもするし、うん、喋ってもらったりもするけど、一番なんかコミュニケーション取れてるなって思って、だからそこは予想外だった。
あ、本当、うん、一番コミュニケーション能力が高いのが予想外でした。確かにね。でも楽しかったな、ずっと喋ってたんで、ほぼ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 喋ってるんで。それ楽しかったですね、現場はずっと。何ですか？僕ですか？僕はこの仕事をしてられることが原動力ですね。あの、本当昔から多分この世界に入りたいというか、この世界で仕事をしたいなっていうふうにずっと思っていて、なのでそのそれこそお仕事いただいた時も、そのまあ普段グループとして活動してるんですけど、それの活動してる時もやっぱ誰かに求められるとか誰かに見られてるっていうのはすごく原動力というか一番生きてるなって感じはしますね。もちろん見てもらうことも原動力なんですけど、もう一個挙げるとすれば、自分の好奇心旺盛なところはこの仕事をする上ですごい原動力になってるなと思ってて、いろんなことに挑戦してみたいし、あんまり食わず嫌いみたいなのもなくて、食べ物に関してもそうなんですけど、とりあえずスポーツでもやってみようとか、もちろんできないこともありますし、状況とまあすごいリアルな話すると金銭面とか、あと時間とかもありますから、だけどいろんな興味を持ったことに対してとりあえずやってみよう精神は自分強いので、この仕事はね、一個の仕事に絞らずまた新しい挑戦を何個も何個もできるし、役を通していろんな競技だったりとかいろんなことに挑戦することもあるので、そういう部分は原動力というか、エネルギーになってるんじゃないかなと思います。確かに。元カレリトライ、彼女が知らない僕たちの本音、ぜひご覧ください。